どうも、ヒルです、今回は4番の4番家の後半の左手を練習していきたいと思います。7拍子のリズム、タンタタンタンとアクセントを意識して弾いてみましょう。ここで注意してほしいのが、左手は装飾音ではなくメロディーに合わせて弾くようにしてください。例えば楽譜の4段目を見てください。ここではシのフラットが装飾音になっていますが、ベースはシのフラットではなくメロディーであるラに合わせて弾くようにしてください。つまりこのような感じですね。次に片手ずつなら弾けるけど、右手と左手を一緒に弾くとごちゃごちゃになって混乱してしまう人もいると思います。7拍子のような難しいリズムの曲はどうしても右と左がバラバラになったりするんですね。そこで今日はいくつかの解決法をお話します。まずそういう時はこのアコーディオンは一旦置いといて、手拍子で7拍子のリズムを取ってください。タンタタンタン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 。そしたらこの手拍子に合わせてこのメロディーを歌ってみましょう。これ意外と難しいんですよね。ただこの手拍子と歌の練習をすることによって右手と左手、メロディーと伴奏のタイミングをつかむことができるようになります。もう一つの方法は、楽譜を見てメロディーのどのタイミングに左手の伴奏が入るかを確認することです。例えば後半の最初の部分、ここではド、ミ、レ、ド、シ、ラ、ここの部分に左手の伴奏を入れていきます。こういう感じですね。楽譜に蛍光ペンなどで左手の伴奏を弾くタイミングのメロディーに印をつけてみましょう。つまり7拍子の1、2、3、1、2、3、4の1と3の部分に印をつけていきます。こうすることによってメロディーのどのタイミングで左手の伴奏を入れるかが目に見えてわかるので弾きやすくなると思います。では最後にもう一度ゆっくり後半の左手を練習してみましょう。
これまで7拍子の曲を練習してきました。ただバルカン音楽にはもっと複雑なリズム、例えば11拍子の曲、13拍子の曲などさまざまなリズムの曲があります。その中で7拍子は最も基本的なリズムです。なのでまずは7拍子のリズムを皆さんマスターしてみてください。またゆくゆくは11拍子や13拍子も練習してみましょう。それでは皆さん、また来週。